子は黒島ゆいな、9月公開映画、死刑囚役の恐怖顔面が沸騰、ジムドンドンの人、からの脱却なるか。8月15日、俳優の柳木良優也、34が主演を務める映画、夏目新たの結婚、9月6日公開、から、俳優、黒島ゆいな、27、が演じる死刑囚品川真珠の危機迫る表情が印象的なスペシャル PV が、解禁された。 そこでの黒島のビジュアルや歯並びに大いに注目が集まっている。同作は、事件の真相を探るために、児童相談員の夏目新が連続殺人犯の死刑囚にプロポーズすることから始まる、衝撃の極中サスペンス。遺留チームメディカルドラゴンなどを手掛けた乃木坂太郎氏、56は2019年から、ビッグコミックスペリオール、小学館で連載し、 今年1月に完結した同名漫画が原作。監督はトリックシリーズやスペックシリーズで知られる堤幸彦氏68が務めた。解禁された PV は太った醜いピエロという衝撃的な姿から通称品川ピエロと呼ばれ、連続殺人犯として日本を震撼させた品川真珠が逮捕されるシーンから始まる。 冒頭に出てくるピエロは黒島自らが演じており、現場で3時間かけて特殊メイクを施し、醜い太ったピエロの姿へと変貌を遂げている。原作漫画でも印象的な真珠の象徴であり、彼女の持つ恐ろしさ印象づけるガタガタの歯並びも5、ヶ月間かけて特注のマウスピースを製作して再現したという。マウスピースで再現された歯並びについて黒島は、 普通の滑舌とは違う感じになったことによって歯がボロボロであるというリアルさが出て、と作品の注目点としてコメントを寄せている。解禁された映像の黒島の演技やビジュアルに対しては、原作読んで黒島ゆいなだと再現無理じゃないと思ってたけど、この写真見たら見てみたくなった。マウスピースだったんだ。映画館で予告見たとき、 あの歯がうわ。怖って思った。予告の黒島ゆいが想像以上に怖くてひっ,ってなった。むちゃくちゃ褒めてる。と X、旧ツイッターは驚きの声、恐怖を感じたという声、そして期待を寄せる声が上がっている。黒島さんがヒロインのひかのぶ子を演じた22年前期の NHK 連続テレビ小説、ジムドンドンは、 ご都合主義なストーリーや時代交渉の甘さから突っ込みどころ満載で、朝ドラ史上に残る国評を受けてしまいました。SNS は毎日炎上、視聴率も振るいませんでしたし、黒島さんも俳優としての評価も落とすことになりました。と同時に同作のイメージが未だに視聴者に色濃く残っていて、夏目新たの結婚の映像を見た人からも、ちむどんどんの人怖いなど、 ちむどんどんが常につきまとっている感じですね。ワイドショー関係者。黒島は22年10月クールのクロサギ TBSK でもヒロインに起用されたが、主演のナンバーアンダーライン愛ひらのショー27の演技が評価された一方、黒島の演技はそこまで注目を集めることも評価されることもなかった。ちむどんどんで共演した宮沢日夫さん30。 と事実婚に至り、7月12日には第1子を出産した黒島さん。夏目新たの結婚の撮影は妊娠の前だと思われますが、PV を見る限り今作の役柄、そして演技はかなり期待できそうです。実際に黒島さんのビジュアルや演技を見て怖いとかなり話題になっているわけですからね。黒島さん自身も、ちむどんどんの次の代表作を、 と書けるところはあったのではないでしょうか。全道9月6日公開の映画、夏目新たの結婚で、黒島はチムドンドンの人から脱却することができるのだろうか。チムドンドンのノブとのギャップにマウスピースだったんだ。映画館で予告見たとき、あの歯がうわ。怖って思ったという悲鳴も上がったほど、黒島の演技が光っているであろう映画、 夏目新たの結婚は2024年を代表する方画になるのかもしれない。